連敗、完封負け、バントぐらい決めろ。ないわ。マジであのバントなんなの？終わりだよ。しょうもないバントが成功してた4月は、三浦采配も絶賛されてたぞ。今日世界一気分悪いわマジで。バントとかいう存在が憎い。シンプルに弱くない？そもそも、バント失敗する、奴が悪いって話はしちゃダメか？中日よりましていき、2ストライクから3バントすんなよ。バントサインもカスだし、バントできない奴もカスが正解。野球見るのやめるわ。また1点、試合落とすのかよこのジャコども。こういう勝負、弱さがほんとジャコ球団って感じ。ツーストまではわかるけど3バントは、クソすぎる上手くもないのに、ゲッツーない場面で3バントは、マジでアホ。中日に3連敗して、今年終了やな。ベンチで余計なこと、して負けるの何回目や、勝っちゃいけないよう指示でもされてるんか。ほんましょうもねえチームやな一生じゃこや、どこいつら、4安打完封負けは、普通に力負けやろ。明日は、クソサイヤング勢やし負け越し確定や。代打使ってまでバントするな。どうしてもバントしたいなら、できるやつ出せゴミ返し。今日で宮崎も4割切って、いよいよポジ要素なくなりやね。あとは落ちるだけ。アホチンハもうきつい。正直マジで今季ワーストゲームでは、二度と横浜優勝なんて抜かすなよ。ファンをイラつかせる天才みたいな球団。